茶道ボックスという展示会を開いているということなんでやってきました。その主催者の方に来ていただきました。すみません、自己紹介お願いします。はい、長野でアイリーンの茶道ボックス工房という、茶道ボックス教室を開いております、湯本千恵と申します。よろしくお願いします。今日は展示会をされてるわけですよね。はい、いつまでやってるんでしょうか。7月24日まで開催してます。7月24日まだ1ヶ月近くありますね。そうですね、今回はとても長い作品展にをやらせていただいてます。私 の主催している、長野県の5つの教室の作品展になります。シャドーボックス見て楽しむものなんですけども、はい、ちょっと作品展で、遊び の要素も取り入れてもらおうかなと思いまして、はい、シャドーボックスで間違い探しという作品を作ってみました。なるほど、こう同じ、さっきから気になってたんですけども、同じものが2つあるように見えたんですけど、実は間違いがあるわけですね。そうですね、こちらが正規 の、絵柄の作品になってまして、はい、こっちが間違い探し の作品になってます。こちらとこちらで違うところが10箇所あります。もう一つ何かあるってお聞きしたんですけど、はい、シャドーボックスは、同じ柄で作ってもシャドーボックスを作った作家が違ければ違うものが出来上がるっていうところも少し見ていただきたくて、そういうコーナーを作りました。なるほど、一見こう複雑な模様があるんですけれども、同じものなんですね。そうですね、絵柄自体は同じものです。そして、まあ、一番わかりやすいのでちょっと説明していただけますかね。うさぎちゃんですね、これ。蝶々が飛んでます。そうですね。同じ絵でも作家が違うと違った雰囲気になるっていうのは、うん、額の選び方でも、はいはいはい、その人がイメージした額でだいぶ印象も違いますし、シャドーボックス自体でも、例えばこのうさぎの耳が後ろに垂れてるように張り重ねると、うん、リラックスしたウサギに見えますし、はい、こちらの作家さんが作ったシャドーボックスは耳を、手前に向けて倒しているので、うん、そういうふうに作ると、このウサギは手前に興味を持っているようなウサギに見えます。そんな感じで作る方によってそれぞれ作品のが違うように見えるのもシャドーボックスのいいところだと思います。本当に同じ絵柄でも作り手によって、もう耳もそうですけど、ほっぺたの膨らまし方ですとか背中の曲がり具合ですとか高さとかそれぞれ違うと思います。それはどれが正解というわけではなくて、はいはい、作った本人がこういう形にしたいっていうものが立体になったのが一番正解だと思います。これは何でしょうか。これは、何年前のやつですか。これは去年の、作品展に出展した墨絵作家の又村先生の絵をシャドーボックスにさせていただいたものです。うん、なるほど、許可を得て墨絵で作ったものをまたシャドーボックスに作り変えたと、そういうことなんでしょうか。そうですね、又村先生の許可を得まして、又村先生の書かれた墨絵の作品を私がシャドーボックスにしています。墨絵の作品の時もとっても素晴らしく鮎が生き生きした墨絵だったんですけども、はい、シャドーボックスにする時も鮎が泳ぎ出しそうな感じに作れたらいいなと思って作りました。そしてあと2点をちょっと見せてもらえますか。はい、たくさんの作品ありますね。そうですね、はい、ここ先ほども言ったかもしれないけど26名の作品が飾ってあります。はいはい、これ何ていう書いてあるんでしょうか。フレンドシップという絵で、はい、作ったシャドーボックスです。なるほど、どんなイメージなんですか。これはタイトルにもあるように動物と植物みんな仲いい感じで作りました。これは何年前でしょうかね。これは、2020年 の、うんうん、作品展に出展したものです。なるほど、バスと噴水、はい、なんか見慣れた景色ではありますけども、はい、
これは、先ほどまでの絵で作ったシャドーボックスではなくて、はい、写真から作ったシャドーボックスになります。横浜の港が見える丘公園の噴水 の, あの景色になります。なんか木が本当に茂ってるように見えますよね。 ありがとうございます。これも苦労したんですけれども、そうですね、できるだけ本物に近くなるように、木の茂み具合とかも考えながら作りました。なんかワークショップみたいなのも されてるんですよね。そうですね、7月24日はあの予約制 の, あの、うん、ワークショップになるんですけど、ほんの少しあの難しいというか、それでもあの初心者が作れるシャドーボックスなんですけれども、うん、時間はどのくらいあればできますか。お一人1時間半ぐらい予定してまして、あの予約制であの行いたいと思います。なるほど。じゃあやりたいなと思った方はアップルミュージアムの方に。あ、そうですね、ぜひご連絡ください。先生としては今後どんな風にこうシャドーボックスやっていこうと思ってるんでしょうか。そうですね、教室の仲間と、楽しく作品を作っていきたいと思いますし、私自身も、またより良い作品を、作って、まあ、展示会などで発表していきたいなと思ってます。ぜひ夢に向かって頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。頑張っていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。